こんにちは、シーバードです。今回はフェルナンデスの珍しいモデルをレビューいたします。こちら、なんとですね、俳優の藤木直人さんのモデルになっております。珍しいですね。まあ、なぜに藤木さんがフェルナンデスからモデルギターをというところでですね、いろいろ調べておりましたら、まあ、藤木さんはね、音楽活動もね、されておりまして、まあ、ギターが非常にお上手と。まあ、元々はですね、藤木さんが布袋さんのね、大ファンというところでね、繋がったんじゃないかなというふうな感じです。さすがフェルナンデス。幅が広いっすね。まあ、こちらですね、なんと51本しかね、生産がされていないというふうに言われている珍しいモデルになっております。まあ、このね、ボディにもね、記載されている51、これね、なんぞやというところなんですけれども、まあ、藤木さんがですね、イチローさんのことを非常に尊敬していると。で、イチローさんがね、オリックス、マリナーズでつけていた、この背番号51ですね。それをね、ラッキーナンバーとしてご本人もですね、使用していると。で、ギターのね、モデルを作るにあたっては、まあ、このトレモロとこの51。これは譲れないというところで、こういう風なね、デザインになっております。まあ、元のシェイプはね、フェルナンデスファンの方だったら皆さんご存知かと思います。そうです。ARS ですね。90年代後半から2000年代初頭にリリースされていたフェルナンデスのオリジナルシェイプになっておりまして、まあ、ストラトがね、基本軸にはありながらも、ちょっとね、ここのね、くびれがキュッと締まっておりまして、若干こっちの方が膨らんでいる。まあ、JG の要素を取り入れつつというふうなところで、まあ、非常にセクシーなシェイプになっております。もうこの色味はね、ヒデさんの JG に通ずるものがあるなと。いう風なところでね、ヘッドもね、これです。かっちょいいっすね。じゃあ、仕様をね、見ていきましょうかね。ARS の 51NF。まあ、藤木さんの NF でしょうね。シリアルが入っております。フェルナンデスでは非常に珍しいシリアル入り、まあ、シールですけどね。で、ペグは5等です。ボルトン。で、特徴としてはですね、シングルハムがね、3つ乗っかっております。TB の1と2ですね。これはね、フェルナンデスのピックアップの中でもね、名機と言っても過言ではない、非常に素晴らしいピックアップになっております。個人的にはね、もっとね、流行って良かったんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、いまいちね、広まんなかったっすね。P90 ではないですけれども、シングルみたいにキャンキャンなりすぎず、ハムみたいにもっさりしすぎないっていうね、なんかね、非常にバランスがいいです。で、セレクターは 5way ですね。で、ボリュームにトーン。で、この辺はね、ストラト仕様になっております。なので、リアはね、トーンが効かないです。で、ブリッジはフェルナンデスオリジナルの2点ブリッジ。スプリングは3本ですね。で、メイプルのネックにローズの芝。まあ、この頃のね、2000年ぐらいのフェルナンデスのローズはね、非常にいいです。で、このミディアムジャンボのね、フレット。これもね、非常にいいですね。まあ、この辺はね、ヒデさんのね、JG と似たような感じの作りになってますね。まあ、ネックはね、同じなんじゃないですかね。で、ボディなんですけれども、ちょっとね、なんとも言えないんですが、まあ、ARS 通常版はですね、バスウッドなんですけれども、これね、バスじゃないですね。結構重量感がね、しっかりあるんで、ご本人のはね、アッシュなんですよ。なのでワンチャンアッシュあるかなという風なところなんですけれども、まあ、アルダーかもしれないなっていう。まあ、なんとも言えないですけど、でもね、これ、ね、しっかりね、カチッとしてて、ネックもね、カチッとしてるし、ボディもね、重心が低くてカチッとしてるんで、もうキラッとしたサウンド。それがね、期待できるかと思います。では、早速生音からね、行きましょうかね。結構やっぱね、芯がしっかり。カシャンカシャンじゃないですよね。粒がしっかりしてる強さがありますね。これはいいっすよ。うん。これはね、いい香りがしますよ。いい香りというか、いい音の匂いがしますよ。では、リアからいきまーす。キラッとしてますね。いいっすね、ミックス。
ミックス。フロント。まあキラッとしていて、まあでもちょっとね淡白な、ちょっとさっぱりしてる感はねやっぱり感じられるんで、まあ色気がねもうちょいあったらなっていう風なねところではございますが、まあミックスとかが結構ね、カッティングがまあさっぱりっていうわけじゃないですけどね、レスポールのようなねなんか重厚感はまあ望めないと。でもね、バランス的にはね、非常にね、いいんじゃないですかね。カラッとしてて、まあ今風というか、まあ現代ミュージックに非常にね、合いそうな感じでございます。ではちょっと歪ませてみましょうかね。まあちょっとね、ジョリンとしてる、こう、フェルナンデスらしいっすね。まあ、2000年代フェルナンデスはね、こうなんですよね。フロント。やはりね、色気はね。さっぱり気味ではありますけれども、まあ、扱いやすいギターではないでしょうか。まあ、近年ね、こっち系の音がね、好まれてるんでね、まあ、フェルナンデスはね、割と先取りしてたんじゃないかなっていうところですかね。まあ、ネックのね、この持った感じとかはもう完全にね、ヒデさんのあの JG とね、同じような作りですよ。まあ、というふうな感じで、まあ、非常に珍しいギターをね、今回はレビューすることができました。まあ、千葉管楽器に今ね、並んでおりますので、ぜひぜひね、チェックしてみてください。まあ、この藤木さんのモデルにこだわらずというところで、まあ、2000年くらいのフェルナンデス。意外とね、まあ、その辺ね、いいんすよ。なので、まあね、目についたらですね、ぜひぜひ皆さん、ちょっと試奏なんかね、してもらうと、お、意外といいじゃんっていう風にね、なってくれるんじゃないかと思います。まあ、まだまだね、フェルナンデス、たくさんレビューしていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シーマズでした。